さあ、はい、始まりました。始まりました。ドキです。YouTube。YouTube です。皆さん、YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。どうも。芸能人ミニョルです。はい。こんにちは。さあ、ということですね、今回の日替わり曲は、アイロセゴン。イェーイ。まあ、反対にね、なんか今回、なんだっけ、日替わり曲は、ワンハーフと呼ばれてまして、あ、そうね、尺がね、1番やってもう後半に続くみたいな感じなんですけども、うん、アイロ線香は僕たち的に全部やりたいと、はい、フルでやりたいっていう気持ちがありまして、うん、この曲はですね、ちょっと簡単に説明していいですか。僕、はい、お願いいたします。この曲はあの僕たちの出会いが描かれているんですよ。はい、まず入った僕と亮太が出会って、はい、そして耕作さん、雅也さんが合流してみたいな、うん、なんかこう、エビダンの研究生として入った時期からこうやってね、振付師の方がこう考えてくださって、うん、っていうことなので、うん、これをワンハーフにしてしまうと、ジュン君が出会っていきなりカツトとカナメがいるみたいなことになっちゃうんですよ。うん、なっちゃうので、今回僕たちはフルになりたいということなんですけどね。はい、どんな気持ちですか。やりたいって言いました。僕が言いました。言ったね、はい、亮太が言ったね。それでみんなもう、うん、やりそうだそうだみたいな、ね、ました。はい、この曲は改めて僕たちの出会いが描かれている曲になっております。はい、それでは愛の線香、はい、楽しみください。楽しみください。ゾンゾポチ。さあ、ということで、現実空間ケース4ですね。僕たちあの日替わり曲といってね、毎公演違う曲を、はい、やってきましたね。はい、それも今日で最後ということで、僕たちこの曲大事に取っておきました。それでは行きましょう。藍色線香。私は君だけの問題、君を忘れるほどの青い星で、何が怖くて声上げて泣いていたんだろう。ただ一瞬のその光を燃やすたびに日々を使い尽くせ、これからの未来を決めるのは神の仕業じゃない。ねえ、さまよってる亡霊のような、漂ってる魂のような、空へ向かいたくない夢の年末を、振りしける悪夢のような、喉を刺す灼熱のような、その君の先の目で僕に見せてほしい。壊れるほど繊細で、疑うほど鮮明な、毎日を過ごしてきた、これからまさどうしようかな。稲妻が僕を呼んで、雷鳴が聞こえたんだ。ねえ、君と二人で全てを台無しにしてしまったって構いやしないよ。戦争剣を貫いて、その君の剣で切り裂いて、僕の命ごと晒し合って、君の痛みごと愛し合って、水平線を盾にして、空なんて好きな色に変えて、運命なんて笑っちゃおうぜ、どうでもよくて忘れちゃおうぜ。てからさ、君と手を繋いで、曖昧な理想を並べて、教科書の端にも書かれない伝説を作りに行こうよ。僕たちは自由さ、なんだってなれるよ。あいつらには見えないものを借りて探しに行くんだ。待ち合わせの場所、夢が混ざった停留所、乗り込むバスに行く先を知るのは君以外ないし、答えは遥か曇天の、向かうはさらに上空の、声も届かないような、掴めないような、果てしない世界、この変わりゆく街で変わらない愛を抱いて世界を睨んでる。いつか忘れてしまうから、今だけは内緒の話をしようよ。二人でまた似合っていく、支えるようになっていく、知ってらしさばかりを気にするのはもういいかいって。延長線を愛して、その君の瞳で導いて、僕の期待ごと背に走って、君の未来ごと手につかんで、運命線のその先へ、取り留めない話ばかりして、相槌だけはそう言ってようぜ、いつかは本当に変えていこうぜ。だからさ、切れるほど鈍感で、くたびれるほど退屈な、毎日を数えてきた、どのくらい来たんだろうか。命がけと見えるような、歩みをただ組み返すから、ねえ、君と二人でありもしないはずの光を探しに宇宙に出ようよ。
剣を貫いてその君の剣で切り裂いて僕の命ごと晒し合って君の痛みごと愛し合って水平線を盾にして空なんて好きな色に変えて運命なんて笑っちゃおうぜどうでもよって忘れちゃおうぜさ君と手を繋いで曖昧な理想を並べて教科書の端にも書かれない伝説を作りに行こうよ僕たちは自由さ何だってなれるよあいつらには見えないものを二人で探しに行くんだ決して消えない光を見るんだ